ご無沙汰しております。ここは滋賀県の長浜駅、日本で一番大きな湖琵琶湖の東側に位置しています。今回なんですが、1日に1往復だけ走る、ある特殊すぎる理由で直線距離の2倍以上を迂回運転する謎の列車に乗っていきたいと思っているんですね。それがちょうどホームに止まっております。青と白の帯を巻いております。普通列車の近江今津行き。なんかこれしれっとね、近江今津と書いてありますけど、この駅って琵琶湖の西側に位置する駅なんですよね。長浜はさっき言った通り琵琶湖の東側ですから、あ、どういうことだと。この列車水陸両用じゃないですからね。そう、この列車は琵琶湖があまりにも大きすぎるせいで、この先湖の周りを迂回するようにして、ちょうど反対側近江今津まで行く、そういう列車になっています。こう地図を見て もうひらがなの通みたいになってますからね。長浜から近江今津までを直線的に結んだ場合、約22キロ、このルートでは 44.6キロということで、本当にちょうど2倍の距離。1日1往復ということもあって、この列車でしか見られない面白い運転方法がなされます。今回はこの列車のご紹介。さあ、というわけで早速521系普通列車に乗り込みます。これから琵琶湖の反対側近江今津まで、これ四捨五入で琵琶湖横断列車と言えるわけです。17時41分に長浜駅を出発。ここから本来だと西側に突っ切っていきたいわけですが、もうそうすると水浸しになってしまいますので北上していきます。この迂回っていうのも簡単なものではなくて、この琵琶湖の周りっていうのは環状線みたいにはなってないんですね。つまり途中で方向を変える必要があります。そうするとこれ進行方向右側左側どちらに乗っても1回は琵琶湖が見られることになりますから、そういう意味では観光客にかなり優しい列車と言えるかもしれません。日本全国の鉄道路線では、いろんな理由で迂回運転がなされることがあると思うんですが、この場合は湖が大きすぎるということで2倍以上かけて目的地に行くと、これは他では見られないなかなか特殊なことです。ご乗車ありがとうございます。次は近江塩津、近江塩津です。 The next stop is 近江塩津 Station。さあ、列車はここまで約20分間北陸本線を北上していたんですが、ここで近江塩津駅に到着です。進行方向左側見えてきたのはこれから走ることになります湖西線。そう、ここで北陸本線と湖西線が交わるということでスイッチバックが行われます。500メートルとか1、2キロぐらいならね、橋を架けることができるんですが、22キロですからね。そうするとやっぱりこの大外を回っていく必要があるわけです。日本一の大きさっていうのを痛感させられまして、ここで近江塩津駅に入線。この時点で列車は湖西線に入ることができるホームに入っていて、ヘッドライトをテールライトに変えます。行き先は変わってないですからね。初めて乗った人はね、何事だと、もう終点かと少し混乱するかもしれません。でこの時だいぶ余裕を持って着いておりまして、出発時間に対して10分前くらいにね、この近江塩津駅に停車したんですね。それはなぜかというと、奥側からやってきました、金沢から来ました特急サンダーバード号、この列車の通過待ちが行われます。次の駅京都までぶっ飛ばしていくということで、これはここで抜いておいてもらわないと困るわけです。この湖西線は踏切が一つもなく、ほとんどが高架区間ですから、遠くから見るとほぼ新幹線。そのサンダーバード号の後を追うように今度は南下していきます。まだ目的地はね、近江今津ですから、一旦一区切りみたいになってますけど、始発駅から終着駅までの距離で考えると、ここまでただただ離れてきているんですね。ここでスイッチバックが完了しまして、先ほどまで走ってきました北陸本線とはお別れ。スイッチバックっていうのもね、こう山を登ったり降りたりするときに勾配の差があるということで使われるのが一般的だと思うんですが、今回の場合は高低差これゼロですから、そういう意味でも非常に貴重な経験です。ここから約15分で目的地近江今津駅に到着します。やはりスピードも速くて、もうあっという間に時速は100キロ。この琵琶湖の東側と西側の接続なんですが、いつもだと1回近江塩津まで行って、そこで琵琶湖線であれば湖西線の列車、湖西線であれば琵琶湖線方面に行く列車に乗り換えるということで反対側にたどり着くわけですが、
この1日1往復だけ直通の列車っていうのは乗り換えなしで琵琶湖の反対側まで行けてしまうと、寝とくだけで着きますから本当にありがたい列車です。この列車に乗ってみて感じたのは、長浜から大見塩津まで行くこの途中で降りる方っていうのも結構多かったですね。そして大見塩津から湖西線沿線まで利用される方もいて、ずっと乗り通す人っていうのは案外少なかった印象です。列車は大見塩津の次の駅長原を出発しまして、先ほどとは反対方向、進行方向左手に琵琶湖が見えます。これ天気が最悪でね、空と同化してしまっているんですが、こういろんな角度からね琵琶湖を眺めることができまして、あと3駅で終点大見松に到着。これ毎回気になるんですけどね、この謎の足湯付き農産物直売店、それを見ながら牧野駅に到着。珍しいカタカナ表記の駅、ここで車内を見てみると、途中でスイッチバックをしていますから、座席がね総じて進行方向とは逆方向を向いているんですね。でこんな感じで後ろ向きに流れゆく景色を楽しみながら、近江中庄を出発しまして、次の駅が終点の近江松です。直線距離では22キロのところを53分かけて長浜からぐるっと回ってきまして、まあ、それでもね1時間経ってませんから、さすが鉄道だなという感じです。終点大見松、大見松です。お忘れ物のないようにご用意ください。18時34分、ここで琵琶湖の横断が完了。正確には横切ることはしていないんですが、反対側に来ることができました。この先列車は折り返しで近江塩津まで運行されるようで、まださらに北上していくわけですが、いや今回はずっと琵琶湖の周りを環状線のように走っていきまして、非常に貴重な経験ができました。というわけで琵琶湖線、北陸本線を通って湖西線まで直通する普通列車のご紹介でした。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。